はい、今日はポートメッセ名古屋で開催されているオートトレンドの同時開催のリアルマイズっていうイベントに来ております。で、今回ボンド名古屋として出展させていただいております。で、展示車両はマンソリーのグロノスと、はい、あとフェラーリの F12 2台展示させていただいてるんですけども、名古屋店の店長飯村さんにちょっと車両紹介をしていただきたいと思います。お願いします。お願いします。はい、そしたらこちらから、はい、ノビテックのダウンサス、あ、これノビテックなんですね。ノビテックのダウンサス、はい、とアナーキーのホイールになってます。もともと車高低いそんなに下がってないですよね。いや、結構下がってるよ。結構下がってるんですか。結構下がってるよ。あ、そうなんですか、うん、30ミリぐらい下がってる。多分F12 で、じゃあもっと全然車高高い。全然高い、全然高い。あ、そうなんですか、うん、全然高いんで、リフティング、はい、純正でリフティングがついてると、はい、純正の車高調でも調整で下げられない。あ、なんか調整下げられない。そんな極端に下げられないですね。下げられないので、今回はじゃあスプリングを交換して下げてある。はい、でアナーキー、これは AN20 でしたっけ、うん、はい、2ピースのフロント21、リア22、はい、フィニッシュはこれどんなフィニッシュの？フィニッシュはストーンですか？いや、ポリッシュのダーククリア、はい、あー、なるほど、になってます。磨いた上にスモーククリアを、はい、ちょっと輝きをワントーン落としてちょっと渋めに決めた感じの で、セッティングは飯村セッティングで、はい、なってます。バチバチになっております。はいはい、でキャリパーももともと赤だったんだけど、あ、そうなんですか、黄色か、はい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 、なんかちょっとでもこの車のイメージだと黄色じゃないですか。そうなの、そうなの、はい、なんかそこだけね、はい、ちょっと浮いちゃうんで。これは何色にしてんですか、これ。プラッティングシルバー。あ、プラッティングシルバーですか、うん、なるほど。足元がなんかめっちゃゴージャスになってもう全体的にだからトーンを落としてはい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 まとめたって感じ。ちょっとスポーティーな感じというよりかはちょっとエレガントな感じ。そうですね、はい、なんでハードウェアも、はい、ステンレスのままで、このピアスボルト、はい、ブラックじゃなくて、はい、まあ、ブラックにしがちなんですけど、はい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 、あえてステンのちょっとピカピカしたやつで、そう、あえて、はい、なるほど。外装こんぐらいですか。内装そんなだけです。なるほど、はい、でも外装そんだけ。車がもともとかっこいいからそう、もうタイヤホイールとそう頑張ってる感じなく、あ、なるほど、気張らず、はい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 、さらっとっていう風に仕上がってる、非常にシンプルだけどかっこよく決まってる F12 を展示させていただいております。はい、はい、でもう一台はこちらグロノスなんですけど、詳しく以前ご紹介させていただいてるんで、そうですね、紹介はいいですかね。大丈夫だと思います。動画を見てもらえれば、はい、でちなみに車両こちら販売中なんで、はい、興味のある方は、はいはいはい、買ってください。ぜひ販もぜひお問い合わせください。はい、はい、全世界から問い合わせ殺到中です。殺到してるけどちょっと置いてあるんで。殺到してるけど、はい、そのね、そうね、価格はちょっと、はい、度級なんで、はい、車も度級なんですけど価格も度級なんで、そうですね、はいはい、気合いのある方のお問い合わせお待ちしております。はい、はい、でブースでは一応、カタログの配布と、あとボンドの各店舗の紹介なんかを載せているボンドニュース、はい、こちらも配布してますんで、ぜひ興味のある方は持って行っていただけたらいいかなと思います。であとはオートサロンと同じく、物販の方もちょっとこじんまりとした感じですけどやってますんで、はい、こちらもぜひよろしくお願いいたします。ホイールは、あ、そう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 、あとホイール、あと今回ホイールを頑張って大量に持ってきました。ちょっとこちらを紹介させていただきたいと思います。そしたらこちらホイールも飯村さんお願いしていいですか。はい、はい、まあ、やっぱり名古屋店こうホイール結構押してる店舗。またその話。いやいや、でもどの時ねやっぱり車の一番重要というか、そのカスタマイズで一番こう分かりやすくもあって奥が深いところでもあるじゃないですか。そうですね、はい、でやっぱり今さん経験値も東京店で店長もされてたんで、やっぱりホイールに対するこだわりと、はいはい、あと経験値はやっぱりずば抜けてるんで、はいはい、ぜひ名古屋店でご相談いただければ、はい、というわけで今回頑張って持ってきました大量に、はいはい、ホイールでこちらがアナーキー、全部新作ですよね。新作です、はい、でやっぱりちょっとサンプルなんで結構派手めのカラーとかもあるんですけどこれ結構ぶっ飛んでますね。ちょっと、はい、これちょっと履けないよ、はい、ただちょっとね僕的にはこれが似合う車をちょっと飯村さんに作ってもらいたい。なるほどね、はい、確かにやっぱり奇抜なのでも、うん、やっぱり車の作り方とか車種次第でやっぱりこれがハマるのも絶対あると思うんですよ。あ、はい、であとは基本的にはオーダーなんで、まあ、全部、はい、このデザインでこっちの車みたいに渋く作ることももちろんできるんで、できます、はい、できます。まあ、基本的には何でもご相談いただければ、はいはい、もうオーダーでできるのがアメタンなんで、そうですね、はい、で特にアナーキーは HRE で作ってるんで、まあ、クオリティだったり、はい、その辺もバッチリなんで、はい、非常におすすめなホイールでございます。はい、あとはこちらはもう最近グイグイ来てる ADV1 ADV と12と、はい、挟まれちゃってるね。
挟まれちゃった挟まれちゃったね。この辺はもうあれですよね、えぐりのこのえぐさが、はい、ね、とんでもないところまで削りがもう、もうこれ芸術ですよね、うん、芸術の域だね、はい、もうよく言うのはホイールじゃなくてもこれ作品なんで、はい、でこの辺もとてつもないのも、まあいろいろコンケーブの具合とかサイズとかこの辺も全部オーダーでできるホイールなんで、まあ、この辺も非常におすすめでございます、はい、であとは、まあ、こちらはちょっとバラエティに富んだ感じで展示させていただいてます。もうボンドグループ全体でもうめちゃくちゃめちゃめちゃ売れてますし、ご指名もいただいているこの BC ポージと、こちら台湾製の炭素ホイールになるんですけども、まあ、非常にまあデザインの自由度もあって、なおかつ納期がもう非常に素晴らしい、素晴らしい、はい、まあ、基本45日、はい、以内で届くんで、でなおかつアメリカの炭素ホイールと同じように全部オーダーで作れるんで、まあ、非常におすすめのホイールです。デザインがどん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 こう増えるっていうのは、会社としてやっぱりこう進歩してる、はい、進化してるっていうののやっぱその何安心感につながるんで、やっぱデザインがどん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 増えるっていうのは、まあ人と被らないっていうのもあるし、やっぱりどうしてもこうね、好みって偏ってくるっていうか、みんなが選ぶのって決まってきちゃうんで、その中で新しいものがいっぱい出てくるっていうのは BC はすごいと、どんどん進化し続けてる会社なんで、はい、非常に注目の炭素ホイールでございます。でその下がもう王道の王道、はい、もうザ・アメタンっていう HRE でございます、はい、こちらもボンドグループで取り扱ってますんで、ぜひお問い合わせください。で一番下がこのロティフォーム、ボンドグループの、ラガーコーポレーションで一応正規代理店を務めさせていただいている、アメリカの炭素ホイールでございます。これはもうデザインが結構奇抜なのがあったりとか、うん、そうね、そうね、他のメーカーに被らないものだったり、ちょっとクラシックなものだったり、あとはもうアメリカ の, その若い子とか、うん、あとは最近だとスーパーカーとかモータースポーツもやってるんですよ、はい、なんでこの辺も非常に注目のアメリカの炭素ホイールなんかを取り揃えてますんで、ぜひボンドグループお問い合わせくださいませ。でイベント自体は今日土曜日と、明日日曜日も開催してますんで、皆様のご来場お待ちしております、ボンドチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。